次は野球だ。この野球ゲームだ。お前との対戦を希望したい。俺の魂をかけよう。グッド。それにしてもこの野球ゲームを選ぶとは。このゲームは私の最も得意なゲーム。まずはチームを選抜してください。なるほど、攻撃力に重点を置いたチームを選んだわけか。4割を超える打者が2人いる。先攻後攻、好きな方を言いたまえ。先攻。いいでしょう、ジャガーズが先攻ですね。自分で描いたキャラクターの顔を選手にインプットできます。では行きますよ。ピッチャー投球モーション。第1球。何？おい、ジョタロ、今一体何をしたんじゃ。ボールが投手の手を離れるより先にバットを振ったぞ。今おい、ジョタロ、何を試し振りばかりしてるんだ。お前まさかそのひょっとしてこの野球ゲーム、いやテレビゲーム自体操作したことがあるのか。答えろ、ジョタロ。なーに、野球のルールは知っている。ゲーム操作はやりながら覚えるぜ。なんだと。今の全くタイミングのずれた無様なスイング、操作の仕方、お前このゲーム初めてだな。今度はボールがミットに収まってから振り寄った。ど素人だ、ジョータロー貴様。テレビゲームそのものをやったことがないな。ふざけるな、ジョータロー。貴様何を気取ってるのだ。お前は自分の魂をかけたんだぞ。もう降りることはできないのだ。やれやれ、こういう時は励ますもんだぜ。一回の表だ、まだ始まったばかりだ。頑張れ、ジョータローってな。何を考えているんだ。いくらお前のスタープラチナが超精密な動きができると言っても、テレビゲームに無知の人間が奴に勝てるとでも思っているのか。何を考えている、ジョータロー。一体何を考えているんだ、ジョータロー。仮にド素人を装ってこの私を油断させるって作戦なら無駄だと忠告しておこう。私はいかなる時も油断はしない。赤子であろうと魂をかけた相手は全力でやっつける。ジジイ、もうバッティングの方が大体覚えた。何、今なんて言ったんだこいつ。バッティングの方は何だと。大体覚えたと言ったのか。一体何のことだ、何のことだ。何、ジョータロー。グッド、なかなか面白いゲームだ。おい、まさかぐんぐん伸びる、ボールが伸びるぞ。今こいつ何と言ったんだ。もうバッティングの方は大体覚えた、覚えた、覚えたと言ったのか。入った。嘘じゃろ、嘘じゃろ。ゾータロー、貴様、貴様さっき何と言った。
覚えた。バッティングは大体覚えたと言ったのか。二度言う必要はねえぜ。こいつ確かに初心者だった。それをたった8球ばかりのスイングで覚えたというのか。超精密なスタープラチナの動きを持つ空城ジョータロー、ディオ様が問題視し兄が負けた理由が今実感として分かった。面白い。私の敵はこうでなくてはな。お前のその恐るべき本領を一回の表という始まったばかりのところで私の前にさらけ出したことは後々後悔することになるだろう。ゲームを続けるぞ、ジョータロー。そして投球予告をする。ジョータロー、こいつは精神を惑わしているだけじゃ。投球予告なぞ気にするんじゃないぞ。しかしもう汗はかかないで済みそうだぜ。投球予告をする。なんだって。何今なんて言った、ジョータロー。言葉通りだ。老いぼれて耳が遠くなったか、ジジイ。投球予告をすると言ったのさ。俺は外角高め、ストレートを投げる。ジョータロー、信じるか、それとも信じないか。マヌケか、貴様。次も外角高めのストレートで行くぜ。また嘘はついていない、マジだ。ジョータロー、まさかイカ様はしていないよな。アイドゥアイドゥアイドゥいる。何、イカ様をしているだと。イエス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 。イカ様を。ジョータロー、貴様機械に何か細工したな。ノー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 。細工ではないの。イカ様をしているのは分かっている。どんなイカ様をしているのだ。イエス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 。反応なしだ。クソ、質問はイエスノーで答えられるものでなくてはならないのだった。どうやらお前の独身術はイエスノーの答えのみのようだな。貴様の兄貴は言っていたぜ、バレなきゃイカ様じゃねえんだぜ。バレなければイカ様じゃないだと。よくも抜け抜けと聞いた風なことを。誰に向かって言っているのだ。投げろ、ジョータロー。貴様のイカ様を暴いて魂を抜き取ってくれる。さて続けようか。投球予告は外角高めストレート。5対3。違うぞ。俺は負けを認めてはいない。うっかり魂を離してしまったんだ。そう、ダービー、お前の兄貴ならこんなイカ様難なく見破っていただろうな。ところでジジイ、俺のアイデアが何の合図もなしに通じてくれて嬉しかったぜ。オーラー